じゃあ行きます。はい、皆さんこんにちは。もし格言を触ったことない人に今動いているタイトルを進めるとしたら、配達的にはどのタイトルがいいと思いますか圧倒的人口と知名度、プロリーグが行われているスト5、リニューアルしてとっつきやすくなったギルティギア、知名度と会員入力、ワードボタンと優しいグラブル、共通システムがめちゃくちゃ強いドラゴンボール、はちゃめちゃに気持ちよくなる DNL、どれも個性的ですが、自分はグラブルだと思っています。配達的にはどうなのか伺いたいです。ちなみに KF15 を除外した理由は、初心者にはあまりのコマ的が難しいと思ったからです。なるほど。 グラブルはちょっとね、これわかんないけど、人がもうかなり少なくなっちゃってるイメージを持ってますね。やっぱり結局、カグリル9って必要な技術じゃないんで、同じレベル帯がいるかどうかが全てだと思うんで、うーんって考えたらやっぱり一番人が多いギルティー、まあ鉄拳もいいけどね。あ、ギルティじゃないわ。スト5か。鉄拳とかもまあコマンドでできるからね。うーん、まあでもスト5か、ギルティーか、 鉄拳家になるのかなぁまぁ、あ、ギルティは、ちょっと俺人がいるのか分かんないけどね。人がいるならギルティは結構いいと思うけどね。うーん、ケーフ0由はそんなコマテク難しいうーん、コマテクってい,いうかその基本操作が結構難しい,いっちゃ難しいね。だからそれこそ小中ジャンプとかさ。で、3キャラ使わなあかんとか。まぁ、あ、そういう確かにハードルはあるね、ケーフは。まぁ、あ、俺目線やとスト5っすね。ま俺は知ってる、あの現場のスト5はどんな人いるか知ってるから、まぁ、あ、スト5 は結構おすすめっすね。あの、初心者のコミュニティも多いしね。配信も多いし、うん、初心者同士の集まりも結構あるから、まあ他のゲームあると思うんだけど、俺しょちょっと知らんくて、ストファイバーあることが間違いないの知ってるから、ストファイバー結構あの彼おすすめできるゲームだと思いますけどね。あ、6も出るしね。いいと思います。そうやね、ストーファイバーマジでどの時間にやっても人が多いのが、まあやっぱクロスプレイですよね、本当に。でもそれがもうやばすぎると思いますわ。 格ゲーでそれができるっていうのは本当に。うーん。めっちゃありがたいですね。で PS であっても PC でやってもいいしね。